水とリーダーが共演するショー絆をお送りします。エノスイではトレーナーと言わずにトリーナーと呼びます。訓練するのではなく家族や友人のように彼らと遊び世話をし励まし励まされています。一番知りたいのはどうしたらもっと絆が深まるか。一番嬉しいのは今気持ちがつながったと思える一瞬、その一瞬の嬉しさを味わっていただきたくてこのショーをお届けします。トリーターの気持ちでイルカに目を凝らし、アシカの気分で人を観察、これまでと違う世界がきっと見えてきます。新しいドキドキとともにゆっくりお楽しみください。今93キロありますおーそうなんですけど重たいです。でもね
手紙を私に甘えてくれるんですよ。こんな温かい日はこんな風に膝の上に頭乗せてくれます。でもね、結構重みを感じれて、こうやってリラックスしてくれるのが伝わるのですごく嬉しいです。すごい気持ちよさそうだね。はい、ルシアはね、まだマミみたいにいろんなことはできないんですけど、ちょっとずつね、練習してできるようになることがありました。できるようになったことがあります。それはまだまだまだこれから皆さんの前にやろうとしたんだけど、そう、そのまま持ち上げてこうやって支えることができるようになったんですけど、最近はこっからね、はい、片足上げて、片足こっち上げて、そう、このまま片足だけでも上がれたらなーと思ってちょっと練習してます。やばしいな。すごい上手ですね。すごくね、やっぱ身軽だよね。はい、僕が聞かないでしょ。ねえ、ルシア、よかったよ。ミスはね、最近得意なことがあります。それはジャンプをするっていうことです。ちょっとやってみようかな。よ、せーの、はい、ジャンプ、はい、もう一回飛んで、はい、こんな感じでジャンプをするのが得意なんです。よっちゃんね、ジェシー、ジェシー、ジェシー、上手。かわいいジャンプですよね。確かに、ちょっと高いね。そう、今日はね、こんな風にいろいろ個性のあるメンバーなんですけど、みんなで一緒にダンスをする練習をしてきたので、息が合っているかどうか皆さん見ていてください。じゃあマミとステッシ、準備はいいですか？マミは OK です。ステッシもいいよ。よし、じゃあルシアも一緒にやってみるよ。マミいくよ。いくよ。いきます。まずはみんなで一緒にお辞儀から。はい、よし、じゃあ今度は回ってみよう。足からだけね。じゃあ人だけ、次は一緒に、みんな上手だよ。移動して、じゃあ次はタッチしてみよう。左側からスティックよ。やってみてね。はい、タッチ、その影響か、ところどころゆっくりしてました。メルシア、よかったよ。山見選手とルシア、先に帰るね。はい、また遊びに来ます。おいしい。よし、ルシアも帰るよ。ありがとうございました。バイバーイ。はーい、マミダンス楽しかったね。今日はみんなそれぞれ個性的に答えてくれていました。マミはね、おいでのところがすごい速く走ってくれて、私嬉しかったよ。ありがとう。ここからはイルカたちの登場です。マミ、イルカ呼んで。マリのジャンプ、かっこいいジャンプだったね。マミのアイスもバッチリだったよ。ありがとう。これで帰ろう。ありがとうございました。マミ、また遊びに来て。違った種類の仲間を皆さんに紹介します。やってくるのはイルカとクジラのメンバーでは、左側のメンバーから紹介します。僕は遠山、左側にいるのはルイ、右側がハマ。この2頭は親子のイルカで、2頭で合わせた遊びがすごく得意なんです。私、ヨウチとパートナーはオキゴンドウのテーランとハナゴンドウのイー。はい、イーナです。
最近仲のいい人、悪い時間に見つかった方は2頭とも仲がいいみたいです。この時間と2頭の息が合ったパフォーマンスに注目してみてください。桜木です。ミレニーです。さあ、参加してるバンドイルカの中ではミレニーの特徴といえば体の色が白っぽいところ。この後近くに行くのでミレニーのそんな体の色注目してみてください。武藤です。そして私のパートナーはここにいるマリンです。マリンは水族館生まれでちょっと気分屋なところがあります。さあ、こんな風に私たちはここにいるメンバーに話しかけたりもしていますが、この声では会話というのは通じていません。でもそんなメンバーに少しでも気持ちが伝わればいいなと思ってこうやって話しかけたりもしています。では今から僕がミレニーに体の動きを使って2種類の合図を鳴らしてみます。この2種類の合図にうまく答えてくれるかどうか見てくださいね。さあ、ちなみに今皆さんの前に向かったビーナ、あれはねちょっと気になることがあってどっか泳ぎに行ってしまっています。言葉が通じない分息が合わないとああやってどっかに行ってしまうんですが、ミレニーはそうならないように、まずは回転の動き、僕が回るのが合図。さあ、流れに回ってくれてます。ミレニー、今度はこの回転をしながらジャンプをしてねっていうスピンジャンプ。さあ、これも得意技だよね。よく見てよ。まだまだ。そう。これがアイスで答えてくれそうです。ミレニー、はい、うまく回りました。やったよミレニー。やったらかっこいいね、このジャンプ。さあ、このように2つのアイスにうまく答えてくれましたが、もちろんこの他にもできることはたくさんあるので、この後のミレニー注目してください。じゃあ活躍してね、ミレニー。さあ、こうやっていろんな合図を出すんですが、ここにいるメンバーに毎日同じようなタイミングで同じような合図を出していると飽きてきてしまいます。じゃあどうやったら飽きないかという工夫はいろいろあるんですが、それがトリーターの腕の見せ所。合図のタイミングや場所を変えることで、あ、ここでもこんな合図が来るんだ、このタイミングで合図が来るんだ、はたまたいろんなことをね、とにかく工夫することでここにいるメンバーが楽しくなってきます。楽しくなってくると片時も目の前からいなくなるなんてことがなくなってくるんですよ。さあ、このパリーンとついてくるスピードなんか特に注目してください。ガラス越し右側です。左右の動きに離れることなくついてきてくれれば張り切ってくれてる証拠。急に止まってもこの通り。そう、武藤のフェイントをあれ見失ったかな。でもこんな風に鬼ごっこのような動きもね、張り切ってるときはああやってスピード上げてついてきてくれるんです。ただいつでもどこでも場所を変えて同じように答えてくれるとは限りません。もちろん微妙な合図と見え方の違いが生まれ始めたんです。スペラーで今誰かもあんなことのビーナ珍しく高く飛んでくれたんですか。さあ、ビーナとステージ右は大橋、あまりコンビ組むことないんですが、今日はすごく息が合ってます。しっかりと大橋の合図が伝わったという証拠ですよね。練習も必要になってきます。で、今日は普段ステージから出してる合図を他の場所でもうまく答えてくれるかなっていう練習を2組のメンバーにやってもらいます。さあ、そのメンバーがこちらにいます。遠山とルイのコンビ。じゃあね、ガラス越しから合図を出せばうまく伝わるかどうかって、そんな練習やってみます。じゃあ遠山さん、チャレンジしてみます。はい、じゃあ今日はね、ここから2つの合図を出します。まず1つ目は口先から水を吹き上げるジャンプの合図、そして2つ目はお腹を上にしたジャンプの合図を出します。この2つが間違えずにジャンプができれば練習は成功です。さあ、ではまず初めのジャンプ見ていきましょう。じゃあまずは口先から水を吹き上げるジャンプの合図を出します。はい、さあここから、あ、出てますね。いい感じです。じゃあ次 OK にしますよ。あ、 OK。 あ、1個目はなかなかうまくいきました。さあ、続いての合図はちょっとね、手の出し方が変わってきます。これだよ。
じゃあ次はお腹をミニシャちゃんマイクを出します。初めてやるんでちょっと不安ですよ。さあ、お、いい感じだと思うんですけど、どうかな。おー、オッケーでーす。いいね、ルイ。おー、今日はすごく調子がいいね。次を気にします。桜井くん、はい、今日はね、間違えずにちゃんとジャンプができたので、練習はこれで終わりたいと思います。はい、うまく決まりました。もちろんルイが練習しやすいようにってね、他のメンバーもちょっとルールがおとなしくしててくれました。そういった環境の中で練習することで成功率もぐんと上がるんですよ。あ、ちょっとおとなしかった。サワがすごく元気よく水しぶきを上げてますね。その横マリンの回転もいい感じ。ではそういった動きを今度は音楽に合ったタイミングで息を合わせられるかってちょっとチャレンジしてみます。4つの組順番にいきますよ。1番手ガラス越し右側沢と秋山、2番手ここにいますルイと遠山、3番ステージ中央の大橋とビーナ、最後は左側セーラーと大内に答えてもらいましょう。タイミングが揃ってるかどうか注目してやってみます。まずは1番右側の沢、ジャンプのタイミングですよ。さあルイもジャンプ、ビーナはあれ、ステージに上がってきましたがうまくいきません。最後はバッチリ。先ほどは4組中3組ビーナの、ね、惜しいチャレンジでした。でもよかったよ。それではここでエナスイユマルのメンバーをもう一度皆さんに紹介します。今私と一緒にいるこの子がエノスユーマルです。名前をマリンと言います。でこのマリンなんですが、水族館生まれの4世のイルカです。4世というのはどういうイルカかというと、このマリンのお父さん、あとはおじいさんも水族館で生まれたということなんです。で今一緒にいるこのマリン、実は世界で初めて誕生した4世のイルカでもあります。マリンはね、とても人懐っこくて遊び好きです。すごく人に慣れているので、こうやって尾びれを引っ張っても全然大丈夫です。はい、いいよ。でもね、マリン最初にも言ったんですけど、ちょっと気分屋なところがあります。なので毎回ね、同じようなことをしてると、あーまたそれねとか、あーはいはいみたいになっちゃうので、ね、全然ついてこなくなっちゃいましたね。最初ね、すごい良かったんですけどね。なのでどうやったらマリンが張り切ってくれるか、ちょっとね、考えながらいろいろやるんですけど、まだまだね、うまくいかないことが多いです。好きだったみたいです。でもね、息が合った時はすごく嬉しいです。なのでこの後、もっと息を合わせてマリンのね、いいところをぜひ見てもらいたいなと思います。じゃあマリン、この後ね、息を合わせてやってみようね。さあ、それではこの後武藤がどれだけマリンのやる気を引き出せるか、そんなところもぜひ注目してみてくださいね。それではここからは全員で連続コンビネーションをお見せします。どのペアが特に息が合っているか見てみてください。そうです、クラブは皆さんで気持ちを合わせて、これが合図、演奏してね、気合図です。今度は2回ずつ、2回クラップ。ものすごくたくさんの方が来てくれてますけど、もっと気持ちを合わせて大きな音で、もっと大きく。では本番、まずは1回からイルカに向かって、まずはクラップ1回、指差しも
ザウェイ。じゃあここから2回